おじ大丈夫？おじなんとかなりそうそれ。おじ。おじ。おじがテケテケみたいになっちゃった。おじそれ大丈夫そう？おじそれできる？あー。よいしょ。あ、あー、痛い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 。それ痛い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 。かわいそうかわいそうかわいそう。もげちゃう。チンチン。おじのチンチンがもげちゃう。途中でやめようと思ったんだけど言っちゃった。チンチンって言っちゃった。やめてー。いやいや、チンって止めようと思ったのに。もうねえ、やめてあげて、やめてもうおじのチンチンがもげちゃうよ。いや、今ね、チンポって言おうとしたのけど、チンポにゃってチンポって言おうとしたんだけど、あの途中でやめようとしてチンポさ、チンポっていうのはやめよう、何回言うねん言うのはやめようとして、チンって言って、あ、チンじゃなくてって、そのチンをね、2回言ったら、あの間違えてチンを2回言ったら、なんかそういえばチンって2回言うとチンチンになるんだったと思って。いや、忘れてた。そういえばチンって2回言うと2回言うとチンチンになることを忘れていた。私ちょっとごめん、失念していたわ。普段なんだっけ、ココチンとかチンポコとかチンポとかしか言わないから、そういえばチンって2回言うと、そういえばそういうことになったなっていうのを今思い出した。ねえ、いや、酔っ払ってね、自転車にひかれて、なんだ、悶絶していいのは首と腹とか、あとチンチン。なんかさ、変なところで私恥ずかしがるけどさ、チンポニャっていうのとさ、チンポとさ、チンポコだったら言えるけどさ、チンチンはちょっと恥ずかしいな、なんか。それはなんかちょっと恥ずかしいな。チンポニャは言える、元気に言える。そう、バスタオルも恥ずかしい。変なところで恥ずかしがるんだよ、私。あの、バスタオルを見せるのは恥ずかしいって。あと、パンツは言えるけど、ブラジャーは言えないっていう。パンツ、パンツ、女の子のパンツは言えるけど、ブラジャーは恥ずかしいから。胸やったやつ。わからない。なんでだろうね。